根室国、根室の国は、大法律領の国軍里政を踏襲し母親戦争、函館戦争終結直後に制定された、日本の地方区分の国の一つで、598道のうち北海道、両政に含まれた。根室は元、根、諸と呼んだ。同等に位置し、領域は当初、現在の根室振興局管内の、北海道本島部分と歯舞群島及び、四股担当で構成された。 アスカ時代の西明天皇の頃安倍平夫がカラフトで正当した宿舎は当時根室国域にも及んでいたオホうツク文化圏に属する人たちと言われている。オホうツク文化は平安時代前期頃、薩門文,文化の影響を強く受けたとびに大文化へと移行し鎌倉時代頃まで続いた。鎌倉時代から室町時代にかけて 木のもと呼ばれるエゾが、根室国域を含む北海道太平洋岸や、千島国域におり、エゾ沙タ色、エゾ関連はこれを統括していた。戦国時代から江戸時代にかけて、エゾの人々によって、根室半島を中心に、茶子軍が築かれている。江戸時代に入ると、1615年、元奈元年から1621年、元奈七年頃にかけて、目なし地方、 現在の目なし群ラウス町、渋別町周辺の絵ゾ、アイヌが百石隻近い船に、ワシの羽やラッコの毛皮などを積み、マサキに寄港駅したとの記録が、マサキ藩の白木の記録に記載されている。また、ネムロ国域には、マサキ藩によって、マサキ藩家臣の治療地としてネモロ城が開かれていた。当初は、アっケシ場所に含まれたが、キータップ場所を経て、ネモロ場所となる。 場所に関する制度の詳細は商いは、場所地行性及び場所受け合い性の項を参照。江戸時代以前から明治時代初頭の交通について、陸上交通は、釧路国厚岸郡ビ和瀬から、根戦国境を越え、根室郡発、当時、玄根室市までの7里28町、3 0 5トル、発当時から、花崎郡落石、玄根室市までの3里26町、 十四点六キロメートル落石から、根室群根室、原根室市までの六里2丁、ロメートルなど、沿岸部沿いに都東国の函館から、千島国方面に至る、道の途上に至る東西を結ぶ陸路があった。万延元年には、根室橋を請け負人、富士の騎兵が爆命を受け昆布製番屋、花崎郡ん昆布製の西方から、北の根室郡厚別、厚し別、 現在の野付郡別海上奥行きに向かう六里十七町、二十五点四キロメートル、を新規に改作し、御根島の渡し場に、長さ十十四二五点五メートルの橋梁が、架けられた。これにより、眠る海所から厚別支宿所に至る九里十町、三十六点四キロメートル、の眠室厚別間道路が通じるようになった。このほか文化年間にはそれまで映像の人々が、 利用していた道を私別から地雷はつたり三十る点四キ3 1 4トル、地雷は津たりから、ね北国境のルチシ峠を越え北見国群、松川軍、に至る八里に十二る三十四32町、3 4 9トル、など3区間に分け、根室、串路など3場所の絵図に受け負わせ回収したシ利越も、作されている。また、クシ国は、軍別、原浜のから、 本戦国境を越え、根室郡西別、昭和47年以後の野付郡別海町、別海地区に至る川船6里、2 3 6トル余りの経路もあった。根室国内の河川には、半生時代から廃止地検までの間7カ所の都船場数があり、渡し船なども運航されていた。海上交通は、和人地や機内、千島国などとの間に北前船の航路が開かれ、 根室などにも寄港していた。このほか、し路国あっけしゅ別からねべつから、ねむろぐん、ねむろまで会場9里、35. 3 5 3 k あまりの航路、ねむろぐんから、ちしまこくくなしりぐん白まで会場16里、62.8km あまりの航路、ねむろ西別から、のつけぐのつけまで六里、23.6km あまりの航路、のつけのつけから、 島国国なしり軍白馬で、海上4里、1 5 7トルほどの航路などが開かれていた。18世紀には、市別郡域にて、養老牛温泉が発見されている。完成元年、江戸、アイヌの人々が放棄した国なしり目なしの戦い、完成江戸放棄が勃発し、目なし地方でも多くの和人が殺害されている。同年、メナシ域にて、 ラウス温泉が発見された。完成四年には漂流民、大黒屋高大雄磯吉、小市、根室で死亡の3名を伴い、アダムラクスマンが通称を求め、根室に来航。この頃、近藤十三や最上徳内などのばくりによって、北方探検が、盛んに行われ、根室は、基地となっている。また、高田や貨幣によって、 航路の運営がされるななど、本格的な江戸地経営が行われた。江戸時代後期、根室国域は東江戸地に属していた。南下政策を強力に推し進めるロシアに備え、完成十一年頭江戸地は、抗議五両、幕府直轄領とされたが、文政四年には一旦、正木藩領に服したものの、1854年、安政元年、ペリーが江戸湾に再来し、 日米和親条約が締結されると、幕府は対外政策の見直しに迫られる。安政2年、江戸地も、再び抗議五領となり西別川の古川の川口から茶子骨、ここから鹿る内までを結んだ、仙位北、市別軍域北には、藍津藩がほにこいに、本営陣屋を、伊南、野付陣屋を置き警護を行った。また、 安政3から4年頃、知床半島、目なし軍域の養山が噴火している。安政6年になると6半分量に伴い、市別軍域北は、会津半領、野付軍域以南は、仙台半領となったが、花崎軍域の島所部、羽生前軍島と四古担島は、抗議五両、仙台半径ご地のままであった。江戸時代の文献には、小諸、 ネむロなどの地名が現れているが、語源は不明である。ネムロ国を命名した松浦武四郎による知床日誌は、愛の語のニムイ、モク、木、ンを由来と否定す。にむおろ、木の茂るところに由来するとする説もあり、ネムロ市では、この説を採用している。このほか、ネムロコタン、池のある集落、めむおろ別、戦地がある川、ニム、オロペ、 木で塞がっているところにある川など諸説ある。渋津神社は、天明年間の創建。琴平神社と市木島神社は、文化年間に、高田や貨幣による創建。野付神社とラウス神社は、安政年間の創建である。このうち、琴平神社の旧社格は、剣社である。以下の五軍で構成された。このほか分量支配時は、自社用、徳島藩資料。 東京不良があった。1872年、明治5年の調査では人口832人を数えた。その後次第に増加したものの、1886年の根室県で1万7000人に止まっている3県一局時代拝見を受け上。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。